に住んでいる訳あり物件2時間スペシャル。中身が合体したいですね。俺も小学生だけやんか。物の中だけですよ。中身がスマップいけるやんけ。何言ったら俺はスマップ言えるやんけ。俺は何言うても言われへんよ。なんかとスマップって言えばなんかいろんなことがいかずにいますね。見るとね、俺のバックには246人のね、神奈川教会の教会員がいんだけどね。何の力にもなれへん。それは知らないですよ。俺副会長やから。何やってんですか。飲み会の時の幹事やとか。違う違う、まあ、広告等みたいなもんやな。月に1回ちゃんと寄せに行かないかんっていうのね。いくらぐらいもらえるんですか。一番取りで偉いんですよ、うん、1万3000円です。ね、それでみんなと見つけていく、うん、1万円かかりますよ。ね、そういう作業どうしてるんですか。いや、どう払ってるかな。じゃどうやって一緒にどうバルス、あ、寄せやってるか。これはやばい。打ち上げたロケットが落ちてくる家、その決定的瞬間を追った。アフリカのビクトリア湖に浮かぶ島、大人気で人が集まりすぎているという。危ないです。一体なぜなのか。アメリカの呪われた訳あり物件、部屋数160の巨大な屋敷の中、階段は1度まで、2階のドアを開けるとなんと外。その衝撃の理由とは。今夜決定的瞬間を目にするのはこちらの8人。危険すぎるタイの訳あり物件の謎。タイの東北地方にあるヤソトーン県、ここで毎年5月タイでも有数のある盛大な祭りが開かれている。それはロケット祭り。およそ500年前から雨乞いのために始められたと言われ、村人たちが手製のロケットを作り、空の神様に雨季の始まりを知らせていた。この祭りの最大の見どころは、農民たちが作った巨大な手作りロケットの打ち上げ。それがすごい。なんと高度3000メートルにも達するという大迫力。周辺の村が競い合い、より高くより長く飛ばした方が今年の豊作間違いなしと言われている。今では世界中から大勢の見物客が集まり、偉い政治家も見に来るなど、まさにタイを代表する祭りにまで成長した。と、パレードの真ん真ん中に気になるものを発見。メインステージの隣になぜか日本語。早速仰天スタッフが伺うと、こんにちは、日本の方ですか。あ、そうなんですか。どちらの方なんですか。チキです。チームの方。この矢倉にいるのは、ヤソトーン市から正式に招待された埼玉県秩父市の皆さんだという。さらに秩父の偉い方も会場にいると聞き訪ねると、こんにちは、こんにちは、市長さんでいらっしゃる、はい、埼玉県秩父市の市長、皆さん今日はなんでこちらにいらっしゃるんですか。はい、もう20年くらい、この町と秩父市で人口をつながってます。実は埼玉県秩父市でも流水と呼ばれるロケットの祭りが古くから行われているのだ。この祭りは10月に行われる五穀豊穣に感謝する祭り。メインイベントは30個ほど打ち上げられる高く高く飛んでいくロケット。実はこの日本のロケット技術によってヤソトーンのロケット祭りは飛躍的に発展したという。一体どういうことなのか。かつてヤソトーンでは村が競い合うためロケットの規模がどんどん大きくなっていった。安全は二の次で大きさばかりを争う。よってたびたび事故を起こすよ。そんな頃、それじゃあ行きますよ。3、2、1、このロケットはいくらでしょうか。日本のとある有名テレビ番組がこのロケット祭りを取材すると、それを偶然見ていた秩父市の流星職人たちがヤソトーンのロケット祭りの手助けをしようと思い、やがて互いの国を行き来するように、ヤソトーンの人々は日本の技術から安全なロケット作りを学び、今日の規模まで祭りは大きくなったのだ。だからヤソトーン市長と秩父市長もとっても仲良し。ちなみに祭りには出店も多数あり、こんなものを発見。この地は内陸にあり、農作物が不作の年に備え、昆虫も大事な食材の一つ。カナブン、コオロギなど大小とりどりの昆虫たちが油で揚がってます。そんなスタッフを前に、おばちゃんは美味しそうにパクリ。そこでスタッフも額に汗かきながら、鮮やかな緑色のカナブンを手に取り、羽を恐る恐る1枚ずつむしる。そしてパクッ。おいしい、思いのほかおいしいらしい。味は小指の唐揚げと似ているとか。そして5月11日ロケット打ち上げ競技会当日、参加するのは全62チーム。一番大きな3メートルサイズの巨大ロケットはおよそ15分おきに全部で31本発射される。発射すると本部では滞空時間をカウント。ロケットが一番高いポイントまで上がるのに何秒かかったか、その秒数の長い方が勝利する。高く上がるものはなんと最高点まで5分を超えるものも。何かあればすぐに出動できるよう警察もスタンバイ。一方、のどかな田園風景が広がるヤソトーン市農小井村、打ち上げの前日、予定スタッフがこの地方ならではの訳あり物件を訪ねた。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。仰天スタッフが訪ねたのは、この地方ならではの訳あり物件。サリカー、こんにちは。こちらが訳あり物件だって聞いてきたんですけれども。そうなんです。実はここ、周りの村の同じような物件と比べて半額近くなんです。こちらのお宅は広い庭付き。土地と家屋、これでおよそ300万円。近くの他の村の半額近い値段だという。一体なぜこんなに安いのか。早速、中に案内してもらうと。失礼します。広いですね。1階には15畳ほどの広いリビング。そして2階は、